岐阜県道61号山と南線、郡上市八幡田町東西にて、岐阜県道61号山と南線は、岐阜県郡上市山和町徳永から同市、南町上田に至る県道である。郡上市山和町、徳永の国道156号交点が起点。長良川、鉄道越日南線を、徳永駅の北側の踏切で越えると、鎌渕橋で長良川を渡る。しばらく、 岐阜県道52号白鳥板取り線と重複し、長良川右岸に沿って南下する。大和町東の野口交差点で、岐阜県道52号白鳥板取り線と離れ、そのまま長良川右岸に沿って南下する。この付近には、東海北陸自動車道岐阜台湾インターチェンジがある。やがて、郡上市八幡田町に入る。東海北陸自動車道郡上八幡インターチェンジの横を通過し、 さらに、長良川右岸に沿って南下する。長良川、鉄道あよい駅前を通過すると、国道256号に接続する。国道256号と少し重複するが、すぐにまた、長良川右岸に沿って南下する。郡上市南町に入り、郡上市南町、上田の国道156号交点が終点。国道156号と長良川対岸で並行し、 抜け道やワイパスの役割を果たしている。終点、九条市南町、上田、国道156号との下田北交差点。ありがとうございます。